中国・フランス三者会談フランスは赤い顔と白い顔を演じる中国共産党は中国・ロシア友好を薄らげるロシアは北京のロシア・ウクライナ戦争の仲介を拒否すると発言皆さんこんにちは今日4月8日星期六。欢迎收看疫情最前線 Isaac フランスのマクロン大統領は中国共産党を中共がプーチン大統領を説得して停戦することを期待して企業幹部60名を率いて欧州委員会のフォンデアライエン委員長と共に北京を訪問しました同時に欧州航空機メーカーであるエアバスは中国との間で旅客機160機の供給という大型受注に調印しました フランス議員の中には北京の罠にはまったとマクロン氏を非難する者もいれば、マクロンとフォンデアライエンの中国訪問は一人は赤い顔、一人は白い顔を演じていると指摘する専門家もいます。マクロン氏とフォンデアライエン氏は4月6日午後、中共の習近平国家主席と三者会談を行い、中国側がロシアに武器を供給せず、プーチン氏に戦争停止の説得をするよう求めました。 この少し前にマクロン大統領は習近平主席との二者会談で、習主席はロシアに停戦を説得できる重要人物だと明確に伝えました。

また一貫して政府の発言を繰り返しいかなる約束もいかなる具体案も提示しませんでしたマクロン氏とフォンデアライエン氏側はさらに踏み込んで州主席にロシアに武器を輸送しないよう注意を促しましたしかし外交的な圧力に迫られ州主席は適切な時期にウクライナのゼレンスキー大統領と通話することを約束しフォンデアライエン氏はこれに歓迎の意を示しました ロシアウクライナ戦争以外にもフォンデアライエン氏は中共が台湾を武力侵攻しようと妄想しないよう釘を刺し台湾海峡の平和と安定を維持することが各当事者の利益にかなう上最重要であると強調しましたまた中国における人権状況の悪化に懸念を示しました The human rights dialogue. 一方、マクロン氏は台湾問題を討論することを避けたため批判を浴びていますフランス上院外交防衛委員会のアンドレ・ガトラン副委員長はフランス市ルポワンのインタビューでマクロンは両足が罠の中に落ちたこれこそまさにいわゆる自ら罠の中にはまったのだと批判しました また中共関営メディアは中国フランス首脳の立ち会いのもと両国が重要な提携法案に合意したと報じました欧州の航空機メーカーエアバスが中国天津に2本目の航空機組み立てラインを建設することを約束し中国でよく売れている旅客機 A320 と A321 の生産能力が倍増することになると伝えましたこの他にエアバスは 中国航空機材集団有限講師との間で A320 シリーズ150機と A350-900 シリーズのワイドボディ機10機を含む旅客機160機の数量購入契約も締結しました。この大量調達による総額は約200億ドルに上ります。 歴史文化学者の章天領氏は、フォンデアライエン氏はマクロン氏に誘われて一緒に北京を訪れたとし、二人異なる目的を持ち、異なる劇を演じたと述べています。 実際は2人の役はあらかじめ割り当てられていて一方が赤い顔もう一方が白い顔を演じている赤い顔がマクロンで白い顔がフォンデアライエンだマクロンは赤い顔を演じてフランスの経済界を喜ばせるために受注を持って帰ることをしフォンデアライエンは大きな棒を振って習近平に喝を入れたが実はこれは口裏を合わせたものだだから今回2人が行った時一方は赤い 顔でもう一方は白い顔で習近平はマクロンに非常に冷遇し最高に手厚くもてなしたマクロンはレッドカーペット待遇を受けたのだ昇天領氏によれば習近平がマクロンを中国に招き国賓として招待し最高の冷遇を尽くし経済的な大型発注を締結したのも深い目的がありそれはつまり米中対立の中で米欧関係を二分化するというものだといいます アメリカは現在特にチップの面で中共を非常に激しく叩いているため中共は国力からであろうとイデオロギーからであろうとアメリカと対抗する方法がないことに気づいたそこで中共は自身の経済力を使ってフランスやドイツを支配することが可能だと考え中共はこの経済力を使って欧州の分裂に影響を与えようとしている 欧州連合 EU 加盟27カ国の中でも共産主義の中共政権を世界平和を脅かす悪の勢力であると認識することにおいて違いがあると指摘する評論もあります以前はドイツに北京と仲のいいアンゲラ・メルケル首相がいましたが現在はフランスのエマニュエル・マクロン大統領が基本的にメルケル首相の足跡をたどっており これも EU の現状ですが、欧米の中共を封じ込める一般的な大きな流れは変えられません。最後のニュースです。中共のフソ中 EU 大使はニューヨークタイムズ紙の最近のインタビューで、中国・ロシアの友好に終わりはないという中共の昨年の主張について新たな深い意味のある解釈を提示した一方、 ロシア支持の立場にも微妙な変化が現れロシアとの断交を望んでいるようですまたロシアは中共がロシアとウクライナの戦争を仲介する役割を否定し始めています北京にはロシア・ウクライナ戦争を仲介する可能性がないと公言しておりこれはこの前の北京が提出したいわゆる12項目からなる和平案を歓迎する立場から一転しており中ロの間には亀裂が生じたようです フランスのマクロン大統領と欧州委員会のフォンデアライエン委員長が北京に赴く前中共のフソー・ソウ駐 EU 大使はニューヨーク・タイムズ紙のインタビューに応じましたインタビューの中でフ氏は中ロの友好に終わりはないという言い方を薄らげようとしこれは一種のレトリックに過ぎないが意図的に極解しようとしている人がいると説明しました また、ロシアとウクライナの領土問題にも触れ、中国側はロシアによるクリミアやドンバス地方を含むウクライナ領土の併合を認めていないと異例の発言もしました。フシはまた次のように述べています。人々が皆国家元首の電話会談に多くの関心があることは承知している。 習主席がウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談しなかったことは中国がウクライナ問題についてロシア側に立っていることを意味するものではないフ死はまた中国がロシアに軍事支援をしなかったと強調しました一方マクロン大統領との会談で習近平国家主席は適切な時期にゼレンスキー大統領と電話会談を行い戦争停止の和平調停をすることを約束しました クレムリンのペスコフ報道官は関連する質問に回答する際、中共のウクライナ戦争を調停する可能性を排除しましたクレムリンのドミトリー・ペスコフ報道官は次のように述べました中国が非常に効果的で優勢のある仲介の潜在力を持っていることは間違いないしかし、ウクライナの情勢は複雑で現時点では政治的解決の可能性はない。 また現時点では特殊軍事作戦を継続する以外に選択肢はないと述べましたロシア・ウクライナ関係やロシア・ウクライナ戦争に対する中共のスタンスの急変は中ロ関係が冷え込み始めていることを意味するのでしょうか専門家がそれぞれの解釈を示しています これは明らかに中共とロシアが呼吸を合わせて行ったことであり、中共が第三者の仲介者であり、ロシアの戦争継続は中共とは無関係であると錯覚させるためである。つまり中共は大至急必要である中国と欧州の経済関係を維持し、欧米の同盟関係を分断するために、再び EU とフランスを欺いているのだ。 フランスの時事評論家である王龍毛氏はラジオフリーアジアのインタビューでロシア・ウクライナ戦争における中共の態度は EU が中共を考察する重要な指標の一つであるという考えを示しましたまた、負相は EU が何を聞きたがるのかを知っているため EU とフランスの首脳が中国を訪問し 欧米から経済支援を受ける道を開き欧米の関係を分断するために姿勢を軟化させ嘘までついているのだとも示しました米中対立を背景に中共は今欧州を命を救うわらとし包括的投資協定の議題を復活させようと必死だ中共が何を演じたかが重要ではなく何をしたかが重要だ ロシアとウクライナの戦争ではドローンが中国製であることが発覚し戦争勃発後中共はロシアを経済的に支援する大口注文をし習近平は最近モスクワに行ってプーチンに会ったばかりだ彼らは中ロ友好に終わりがないとは何かを演じているにすぎないので EU がそれに騙されないように願っている 歴史文化学者の章天領氏は中 EU ・中共大使の不相の発言は EU の機嫌を取り包括的投資協定の交渉を再開する意図があるのは明らかだがロシア政府側の発言は習近平のロシアを交渉材料にする意図をかき乱しており明らかに中共を縛りつける目的があると示しました。 ロシアが「中共はロシア・ウクライナ戦争を制御できない」と言ったことで中共がロシアを交渉材料にして EU とうまくやっていく道を断ち切った「中共はフォンデアライエンに対して本来俺と包括的投資協定を結び年間1000億ユーロをよこせば俺がロシアの面倒を見てやるロシアとウクライナの戦争も止めてやると言おうとしたかもしれないがロシアはすでに「中共は俺を扱えない」とはっきり言っている